最初にかかり始めた雨雲というラインは今、中国エリア、山口から大分、宮崎といったあたりに進んでいます。一旦この間、雨雲の弱い部分がありますけれども、その西側また活発な雨雲がありまして、こういった雨雲が通過するタイミングでザーザー豪という強い雨の降り方になるということになりそうです。こういった状況が明日の早朝にかけまして続きますので、九州エリアは十分な警戒が必要となります。また全国的に見ましても、こういった雨雲だんだんと東に進みまして、低気圧発達しながら進んでいきますので、九州エリアだけではなくて、その他のエリアも短時間の強雨ですとか強風などの恐れがあるという状況です。西日本のエリアは日曜日の午前中、そして東日本や北日本は午後を中心に雨風の強まるタイミングがありますので、こちらも注意が必要となってきます。はい、また風の報告も合わせて見ていきますと、現在九州エリア、あと山口県内ですね、外出危険な風という報告届き始めました。今日は南から吹き込む風ということで、この豊後水道を抜けてくるようなところですね、あとはこの阿蘇周辺の風の強まりやすいエリア、そして長崎などこういった南風のによって強まるエリアというところで風が強いという報告多く届いております。こういった強風のエリアもだんだんと拡大していきますので要注意となりそうです。また今回の地震によりまして、熊本県内を中心に屋根のダメージが大きい建物というのも多くなっているかと思います。こういった建物が風でさらなるダメージを受けるということも考えられますので、こういった対策も必要ということになりそうです。はい、今後も雨や風ちょっと強まるエリア、はい、ちょっと気をつけていただきたいですね。そうですね。改めて雨や風のピークの時間帯、はい、エリア別に見ていきますといかがでしょうか。はい、最新のピークの表を見ていきますと、はい、これから明日の早朝にかけましてが九州の雨のピーク、この後日付が変わる頃からはさらに風の強まるというところも増えてくる恐れがありますので、暴風強風と雨の強まり両方に注意が必要ですね。そして中国エリアもだんだんと雨が強まり始めておりますけれども、これから明日の午前中朝にかけてが雨のピークとなってきます。風も特に豊後水道から吹き抜ける風が流れ込む山口や広島の瀬戸内海側、こういったエリアでは風の強まり要注意です。また南風ということで愛媛県内の山地風なども強まる恐れがあります。近畿にかけては明日の午前中、そして東海など中部エリアが明日のちょうどお昼前後ですね。で、関東雨のピークというのはそれほど強いものはないと見ておりますけれども、明日の午後から夕方にかけまして風の強まり、南西強風によりまして交通機関への影響というのも考えられますので、特にお帰りの時間帯は要注意です。そして夕方から夜にかけては東北、北海道でも雨風が強まってくるというふうに見ております。はい、さあではこの先1週間のお天気も見ていきたいと思うんですけれども、はい、この先はいかがでしょうか。はい、この先も周期的に天気が変化するということもありまして、雨の降るタイミングというのが何度かありそうです。天気のアイコンでこの1週間見ていきます。明日は広い範囲で雨が降りますけれども、18日月曜日も一部前線の影響が残りまして、すっきりしない天気、あまり強く降るようなことはないと見ておりますが、雨の降りやすいすっきりしない天気が続きます。そして19日から20日にかけましては各地とも天気が回復しまして、地震の被害が大きい九州エリアも晴れるところが多くなりそう。特に19日から20日に20日にかけましては比較的穏やかという状況になりますので、ここで復旧作業を比較的進められるタイミングなのではないかというふうに思われます。ただ21日木曜日になりますと再び前線の影響で雨が降りやすくなってきますので、この雨の降り方も要注意といった状況です。春の周期変化というのは続きますので、このこれから明日にかけての雨、そして21日頃の雨という点が九州エリアでは注意が必要となってきます。はい、そして気温の方はあまり大きな変動はないと見ております。西日本は20度前後という日が多いような状況、明日は少し南風が吹き込んで気温の上がるところはありますけれども、月曜日以降は比較的気温の方、体感の方は安定したような状況です。一方で北日本は寒気が流れ込む影響で週明けは少し寒くなると見ています。はい、わかりました。吉野さん、ありがとうございました。はい、予報センターの吉野さんに今夜から明日、そしてこの先1週間の天気を解説していただきました。かなりですね、強い雨風となるのは、これまで九州エリアを中心にお届けしているんですけれども、他のエリアでも注意が必要なんですね。
先ほど予報センターから解説がありましたピークの時間帯の表なんですけれども、あちらウェザーニュースのアプリウェザーニュースタッチでも、表示していますので、ご自身のエリア改めてご確認いただきたいと思います。ウェザーニュースのサイトから詳細な雨のタイミングや降り方についての解説が載っていますので、ぜひピンポイント天気でご確認ください。そしてこの先もですね、天気は周期的に変化します。この九州エリアもこの週末の雨を終えてからも週後半にまた雨が降るタイミングがありますので、ちょっと気になるところですね。今後もこまめに最新の天気をご確認ください。それでは予報センターからの天気の解説、聞いていきました。改めて明日のお天気をアイコンで確認していきましょう。明日4月17日日曜日の全国の天気をお伝えします。まず西日本です。那覇は雨が降ったりやんだり、一時的に雨が強まる可能性もあります。梅雨のようなムシムシとした暑さになるので汗拭きタオルが必須です。熊本など九州は朝まで強い雨や風、雷、突風に注意が必要です。土砂災害や家屋の倒壊などの二次災害に警戒してください。午後はだんだんと天気が回復し日差しが届きます。汗ばむ陽気となりそうです。広島や大阪は午前中は雨が降り強く降る可能性もあります。風も強く横殴りの雨に注意が必要です。ただだんだんと雨は止み、午後は日差しが届きます。続いて東日本です。金沢や名古屋は雨が降り、お出かけにはあいにくの天気となります。風が強く横殴りの雨になることもありそうです。昼間は夏日近くまで気温が上がり、蒸し暑く感じられそうです。東京は昼間を中心に雨が降ったりやんだり、夕方にかけてだんだんと雨は止んでくるものの、強く吹く風には夜まで注意が必要です。続いて北日本です。仙台は昼間を中心に雨が降りやすい空、夕方にかけてだんだんと雨は止んでくるものの、夜まで強い風は続きます。秋田は雨が降りやすく、ザーザーと本降りになったり、強い風を伴って横殴りの雨になることもあります。札幌もだんだんと雨が降り出します。午後は風が強まり、横殴りの雨になることもあります。外出の際は、丈夫で大きめな傘で雨や風の対策をしてください。おしまいに週間天気をお伝えします。まず西日本です。近畿や中国、四国は天気は短い周期で変化します。晴れの日は長く続かないので、週中頃の日差しを有効に活用してください。木曜日は雨が降り、強まる恐れもあります。九州も週明けと週後半に雨が降り、短い時間でも強い雨が降る恐れがあります。熊本や大分は地震で地盤が緩んでいるため、少しの雨でも土砂災害に警戒が必要です。また昼間は暖かくても朝晩は冷え込む日があるため、体調の管理にもご注意ください。沖縄は週末まで梅雨のように曇りや雨のすっきりしない空が続きます。ムシムシジメジメとした体感が続き、汗拭きタオルが手放せない1週間となりそうです。続いて北日本から東日本です。北海道は来週前半まで冷たい雨や雪が降る、すっきりしない空が続きます。強い雨や強風に注意が必要です。東北は週明けまで雨が降り、来週火曜日は冷たい北風が吹きます。東日本は天気は短い周期で変化し、たびたび雨が降ります。来週中頃の晴れも長く続かないので、日差しの有効活用をしてください。木曜日は雨が強まる恐れもあります。以上、週間の天気をお伝えしました。明日、そしてこの先1週間の天気をお伝えしていきました。今後も天気は周期的に変化していきますので、こまめに最新のお天気をウェザーニュースのウェブサイト、携帯サイト、アプリのウェザーニュースタッチからご確認ください。それではここからは改めて、熊本の情報をですね、特設サイトから確認していきたいと思います。ウェザーニュースのスマートフォンアプリウェザーニュースタッチ開いていきますと、トップ画面このような画面が出てきます。
そして左上の3本ラインのボタンをタップしていきますと、このような画面が出てきます。では下の方を見ていきまして、このいざという時という項目から平成28年熊本地震特設サイト、こちらをタップしていきます。こちらではですね、熊本大分の皆さんへの情報をまとめたページとなっています。被災された方々の避難生活や今後の復旧活動に少しでもお役に立てればと、毎日の天気や注意点をお伝えしているページです。こちら皆さんからのウェザーリポートとともに今後の注意点まとめてあります。やはり今気になるのがこの強い雨風による二次災害ですよね。今すでに九州エリアでは雨が降っていますが、雨のピークは、今夜からそして明日の早朝にかけて、強い風も伴って荒れた天気となりそうです。でこの雨なんですけれども、これまでの本震に加えて度重なる大きな余震により、今地盤が緩んでいるところがあります。この雨によって土砂災害、家屋の倒壊など二次災害のリスクがあります。急な斜面など崩れやすそうな危険な場所には近づかないようにしてください。今崩れていなくても今後の雨や風によって崩れてくる恐れがあります。で寒暖差はですね、これまでに比べると少し落ち着きそうですね。朝の冷え込みっていうのはですね、少し落ち着いてきそうですので、これまでに比べると少しマシな状況かとは思うんですけれども、それでもやはり普段の生活とは違いますので、なかなかですね、毛布も足りてない状況と先ほどリポートもいただいていました。この後もですね、この体感の変化に気をつけて体調などを崩さないように、できる限りの対策をしていただきたいと思います。それでは特設サイトをご覧いただきました。今後もですね、熊本大分の情報は今ご紹介していったページから随時お伝えしています。こちらですね、無料でどなたでもご覧いただけるページになります。ツイッターやフェイスブック、LINE などで、拡散できるようにリンクが貼られていますので、もしそういった SNS 活用されている方は少しでも広めていただければと思います。やはり現在のために、情報を収集し、それを、拡散していくというのもやはり非常に重要なことかと思いますので、今情報を必要としている皆さんに少しでも届くように、皆さんも情報の発信よろしくお願いします。なかなかこのコメントを見ていると、ウェザーリポート、あとはチャットやニコ生のコメントなどでもですね、自分で何ができるんだろうかっていうコメントをたくさん見かけます。少しずつでもですね、できることがあればね、やはり試した方がいいかと思いますので、私もですね、番組を通して情報を発信したりとか、あとは私もツイッターなどをやっていますので、それでですね、お家に帰ってからも情報を発信したり、お気になったものなどをですね、リツイートしたりするようにしています。一人一人にできることってなかなかそれくらいしかできなかったりするかもしれないんですけれども、それでもやはりですね、できることがあるのであれば、やはり一人一人が考えて行動していただきたいと思いますので、そういう情報を広めていくっていうだけでもですね、多分その情報でこうね、必要としている方にとっては非常にね、嬉しい情報だと思いますので、少しずつできることがありましたら行動してみてください。さあ、それでは、ここまでソライブムーン、3時間お届けしていきました。皆さん、たくさんの情報を寄せてくださった皆さん、本当にありがとうございました。今後もですね、皆さんからのこの雨の状況などですね、ウェザーリポートや、あとはこの番組へのチャットのコメントで、送っていただきたいと思っております。今後も番組を通してまた皆さん、メッセージをお返ししていきますので、また今後も余裕のある範囲で構いません。ウェザーリポートやチャットのコメントで報告をお願いします。ソライブムーンとしてはここで一旦終わりますけれども、ソライブ24は24時間365日ずっと生放送でお届けしている番組となっています。今後も地震が発生した際はいち早く皆さんにお伝えしていますので、ぜひ最新の情報を得るためにこちらの放送をご確認ください。それでは3時間ありがとうございました。
こんばんは、ソライブナイトです。時間は11時を回りました。4月16日土曜日、今朝1時半ですね、今朝というか未明、1時25分ごろに熊本ですね、震度6強の地震が発表されました。マグニチュードが 7.5 というところで、まで上がりましてですね、かなり大きな地震となりました。こちらの方が本震、おとといあったものではなく今日今朝ですねあったものが本震ということで、修正なども行われたんですけれども、その後もかなり激しい余震が続いているということで、九州方面かなり地震が頻発しているといった状況になっています。そんな中で、雨が降り始めてきました。かなり地盤が緩んだところに雨が降るということで、雨による災害心配されるような今状況になっております。ということで、このソライブナイトの時間は今九州方面で降り始めた雨、こちらの方を中心にお伝えしていくというような形で進めてまいりたいと思います。今ここ赤い帯の色になっておりますけれども、このソライブ24はこの帯の色を赤、それから黄色、青といった3つの色に分けて運営をしております。青色の時はですね、通常のレベルということでプログラムに沿った形で進めているんですけれども、生活に影響が出てくるような災害など発生し始めた時には黄色 M2ということで構成などが随分変わってきます。そして M3 という赤色の帯に変わった時にはですね、その時の状況で番組の内容を更新して進めていくというような形になります。先日からこのソライブ24はこの赤色の帯 M3 ということで進めてまいっております。なので事前にこう皆さんにお伝えしている内容、プログラム構成内容とは違った形でお伝えする場合がありますので、ご了承いただきたいというふうに思っております。M スケール、それからソライブ24の運営について簡単にご説明いたしました。先日からはですね、LINE ライブというのも始まっております。ちょうど今からいきますと、震度7が起きたのが前震、前触れの地震ということになりますけれども、そのちょうど夜からですね、 LINE ライブもスタートしておりますので、こちらの方も何かコメントがあればコメントしていただきたいというふうに思っております。このソライブ24なんですけれども、私どもからこういった形で情報をお伝えしますが、皆さんの方からも情報がこう上げられるような形になっております。空窓アプリ、インターネットのアプリをダウンロードしていらっしゃる方は空チャットという形で、まず私の目の斜め前の方に出ておりますし、ニコニコ動画の場合はニコニコのチャットと言っていいんでしょうかね、書き込みは左側、そしてこちらの方は左ちょっと斜め前ぐらいはですね、LINE ライブ、そしてムキャス、いくつかのコメントが見れるようになっております。現地お住まいの皆さんの状況等をお知らせいただければというふうに思っております。さて、発達した低気圧が今接近中です。低気圧かなり発達しておりまして、その雨雲が九州方面にかかり始めています。すでにもう雨が降り始めているわけなんですけども、この後雨が強まりまして、九州方面、熊本とかですね、かなり揺れた大分、こういったところを通過していきます。予報センターが解析している状況からいきますと、雨のピーク、風のピーク、ちょうどこの番組中盤のですね、24時といいますか0時といいますか、この辺りから明け方にかけてということになりそうです。こちらの雨風は九州方面だけではなく、西から東の方に移ってまいりますので、明日には近畿エリア、それから関東エリア、こ
こちらの方でも発達した低気圧の影響というのが出てくることになるかと思います。ちょうどこの発達の始めが日付が変わる頃から始まるというような状況を想定しております。まあ、すでに九州方面では風が強くなっておりますし、まあ、雨の降り方そのものはまだ通常であれば小雨というような状況なんですけれども、何せかなり大揺れした地盤ですね、このとこに降ってきますと、その雨そのものが影響してくるということになります。ちょっとこちらの方を見ていただきますか。はい、これはアメダスの雨の量ということになります。雨量を示しています。10分ごとの雨の量を示しています。風の方は強いですね。もう北部の方を中心に南寄りの風が強まっています。まあ、沿岸部中心ということになるわけですけども、風の方がまず最初に かなり強いというような状況ですね。はい、この後どうなってくるのか、皆さんからのいただいている10分天気の方でも確認して見てみたいと思います。10分天気最新が23時ということになるんですけども、九州エリア拡大してみたいと思います。九州方面から今中国エリアに雨が広がってきているといったところなんですけども、九州北部西部こちらの方に豪といったレベルの皆さんからの報告、それからザーザーレベルという濃い青のレベルのリポートをいただいています。熊本などでも熊本市の近くでですね、ザーザーレベルの雨が降り始めたといったところでしょうかね。有明海の南側の方でも雨が強まってきています。雨雲レーダー重ねてみたいと思います。雨雲レーダー重ねてみますと、最初にこう雨を降らせたもの一つ目は抜けてきているんですけども、今現在これ2つ目の雨雲と言っていいかと思うんですけども、ところどころに強い黄色のマークがありますけども、これがかかっているといった状況です。この雨雲が抜けた後、一旦こう弱まる部分とあるかと思うんですけども、さらに西の海上、東シナ海見てみますと、また発達したものが見えているといった状況ですね。ということで、この後、強弱を繰り返しながら強い状況ですね、日付が変わる頃から続くということになるかと思います。このあたりの状況ですね、確認していただければというふうに思います。そして低気圧の発達の状況なんですけども、今すでにこう、ね、発達を開始しているといった状況なんですけども、衛星画像の方にちょっと切り替えてみたいと思います。はい、日本近辺にかかり始めたこの雲なんですけども、北側の方にこう丸くなっているといった時には、この低気圧が発達、低気圧の雲ですけどもね、低気圧そのものが発達するというような、そういった一つの目安になります。そしてすでにこの、ね、渦の部分が見え始めます。渦の中心部分が見え始めます。このあたり朝鮮半島に低気圧が今あるかと思うんですけども、発達を開始しているといった状況ですね。ここから南に伸びてきているもの、これが寒冷前線ということになるかと思います。で、ちょっと北の方に上げていきますと、寒冷前線の南側に少しこうね、湿った風が入り込んできている様子が見えるかと思います。これが雨雲を発達させる、いわゆる湿った風ということになります。低気圧が発達して、このぐるぐる反時計回りの渦を作っていきます。南風が九州方面に入っています。先ほどアメダス見ていただいたように、10メートル以上の風がもうすでに九州エリア入り込んできています。湿った風ということになるわけですが、これが雨雲を発達させるということになります。九州から見ますと、発達する雨雲、発達した雨雲、西側の方にかなり控えているということになりますので、この後さらに強まって明日未明ですね、明け方ぐらいまで強い雨風が続く可能性があるということになるかと思います。はい、ということで、このあたりの低気圧の発達の状況ですね、結果としての雨風、このあたりの強い部分、こちらの方をまあお伝えしていくという形で、この今夜のナイト、ソライブナイトはですね、進めてまいりたいと思います。さてと、では皆さんからいただいているリポートの方もご紹介させていただきたいと思います。
ちらの方は。まず一つ目なんですけども、福岡県篠栗町の案内さんからいただいたリポートです。天気、雨がサーレベルで降っているということですね。体感はちょうどいい。コメントの方は、余震も続く中とうとう雨が降ってきました。南寄りの風がゴー強く吹きつけています。どうかこれ以上被災された方々を苦しめないで。心配な夜が続きます。早く安心して眠れる日が来ますよう、訪れますようにということでいただいています。時間が22時38分ということですから30分ほど前ですね。気温は15度、湿度が 90%、 それから風速が13メートルということでリポートしていただきました。ありがとうございます。同じく福岡県の糸島市ですね、田畑さんからいただいたリポートです。天気はパラパラということで来ております。風がゴーゴーとうなり始めました。物干し台は横にして、植物鉢はベランダ隅にまとめました。風で揺れるのか地震で揺れるのか怖い。今夜も眠れそうにありませんということです。はい、雨の方はパラパラということなんですけども、風がゴーゴーと吹いている、うなってきているといったところですね。ということで風が強いというのが最初に来ているといった状況ですね。先ほどの方からのリポートも同じようですね。では今度は大分県日田市のティガーさんからいただいたリポートです。こちらの方の天気はサーですね、サーレベルの雨ということになります。スーパーや食品も売っているドラッグストアをはしごしてきましたが、パン売り場はガラガラ。高速道路で一部通行止めになって、日田市も入っているんだろうね。お店の中を勝手に撮影はできないけれど、パン売り場だけを。日田のスーパーを全部回っていないから他の店舗の状況は分かりませんが、この店舗は巨大なチェーン店のスーパーで、なんで野菜、肉、魚は巨大なチェーン店スーパーなので、野菜や肉、魚は夜の8時でも並んでいました。ただパン売り場はなし。残っているのは饅頭なんかの和菓子、日持ちする焼き菓子系。惣菜は最近店舗内で手作りしているものは品数が少なくて、食品工場で作ったのを並べているから道路取れないから少なかったですということですね。はい、交通事情なども含めて、リポートしていただいているといったところです。はい、日田市の状況をお伝えいただきました。ではもう一つお届けいたします。こちらはコメントだけですね。長崎県大村市ですのポチのご主人様からいただいております。だいぶ減ってきた感じがします。地震の回数ですね。はい、暴風雨の中でまた大きな地震が来ると思うと怖い。一昨日、昨日と大きいのが来ているから、また今日も来るかと思うとゆっくり眠れそうもない、トラウマですということでいただいております。地震の回数はだいぶ減ってきたということなんですけども、ですね、暴風というふうなコメント書いていただいています。風が強いというのがよくわかりますですね。まあ、先ほど見ていただいた中で、ましてもですね、観測データから見ましても風が強いといった状況が見て取れます。そんな今状況ですね。ではもう一度風の状況を確認してみたいと思います。まあ、福岡のリポート、それから大分、それから長崎のリポートを見ましてもですね、風が強くなっているといった状況がわかるかと思います。オレンジ色が20メートル以上ということになるわけですけども、長崎県を拡大してみたいと思います。野母崎ですけどもね、こちらの方は南東の風22メートルといったそんな状況です。グラフですけどもね、こちらの方を風速のグラフにしてみたいと思います。
夜に入ってから急にこう強くなってきているといった状況ですね。21時以降は20メートルぐらいの風が継続しているというような様子が見て取れるかと思います。18時ごろで15メートルを超えて16メートル、そして19時20メートル、19メートル、20メートル、22メートル、21メートルということで、平均風速で20メートル台がここ数時間続いているということになりますので、瞬間的にはこの 1.5 倍ぐらい、30メートル近い風が吹いているということもあるかと思います。この強い南風なんですけども、暖かい風ということになりますので、気温そのものはそんなにこう、ね、下がっていないというような状況なんですね。ただ、もう今まだ15度台ということなんですけども、風が強いですので、ね、体感の方は随分とこう低く感じるような形になってきますし、雨が降り始めますとクッとこう下がるような、そんな状況にもなってくるかと思います。ということで、今皆さんからいただいたウェザーリポートなどもご紹介してまいりました。ではここでですね、ちょっとサイトの方をご紹介いたします。インターネットサイトが出ているわけなんですけども、この中に最新の情報が出ております。地震に関しましては、こちらの方に平成28年熊本地震特設サイトという形で用意してありますので、こちらの方をご利用いただければと思います。地震に関する情報のまとめ、それからこの後ですね、雨風が強くなってきますということで、その雨風の情報もまとめて出ておりますので、地震、それから地震に伴いまして、この後想定される雨風による二次災害の恐れ、こういったところのまとめというふうに見ていただければと思います。明日の朝、これ低気圧日本海で発達します。かなりこの渦巻きが大きく、たくさんの渦巻きがあるというふうなところが分かります。そして寒冷前線が九州方面を明日の朝9時ぐらいで通過していくということになりますので、こちら熊本、大分など九州北部の方ですね、中部から北部の方、明日未明、今夜から明日未明にかけて寒冷前線が通過するまでですね、雨も風も強くなってくるというような状況、そちらの方を想定していただければというふうに思います。そしてその後なんですけども、雨と風のピークですけどもね、こういったものが載っております。16日の夜、今夜からですね、明日の朝早朝にかけてがピーク、風についても同じですね、深夜から明日早朝にかけてということになります。そして、大分、熊本の天気ですね、天気のマークですから、明日朝までがまず雨に関して風に関しては、警戒していただきたい時間帯ということになります。はい、でこのいろいろな、ね、対応が取れるものがありますので、この後南風が吹いているということで、気温が下がり方は鈍いかと思うんですけども、先ほど申し上げたように風が強いですし、雨が降り始めますとクッと気温が下がってきます。そういった時の暖の取り方とかですね、こういったものがまとめてあります。また雨雲レーダー、いくつかに分かれて雨雲を通過していきます。今ちょうどこちらですね、真ん中にあります青と黄色のマークがありますけども、こちらの方が今通過中です。そして、今後注意すべきはこちらの方ですね、五島半島列島ですね、五島列島を今通過中の雨雲、こちらの方がかかってきます。ちょうど日付が変わる頃になるかと思いますけどもね、この辺りに、ピークのスタートがね、この辺りに来てきますので、こういった情報を見ていただくということが肝要かなというふうに思っております。こういった熊本、大分地震向けにですね、サイトを用意してありますので、こういったところをね、ぜひご参考にしていただければというふうに思っております。はい、サイトの方でちょっとご紹介いたしました。はい、ではもう一度ですね、10分天気の方に戻って、細かく現在の状況、九州、それから西日本、東日本と振り返ってみたいと思います。
まず九州方面、先ほどから10分ほどですね、経過しております。強い雨雲一つ今佐賀中心にかかっていまして、南側にちょっと伸びているもの、これがこの後熊本市内を通過していくことになるかと思います。幅がそんなに広くないので時間的にはあまり長くないだろうというふうに思われますが、ちょうどこの、ラインですね、こちらが一つ抜けていく、その後一旦やみ間が弱まるタイミングが出てきますけれども、現在、五島列島を通過中の強い雨雲、これさらに強まるかというふうに想定しております。強まりながら九州西部の方に近づいてくるというような形になりそうですね。はい、ではちょっと西日本に拡大してみたいと思います。九州から降り出した雨なんですけども、山口県付近まで広がってきています。まだ広島まで、広がってはきていないようですね。香川の方からはまだ晴れているといった報告もいただいております。だんだんとこの雨雲が近づいてきますので、今夜のうちには雨が降り出してくるということになりますので、大阪あたりでは明日の朝ですね、朝には大阪でも雨が降り出しているというような、そんな状況になるかと思われます。西日本方面はこの後、雨降り出し、だんだんと降り出して、明日の朝大阪でも雨が降り出しているといった状況になるかと思います。また今回日本海を低気圧が進むということで、南風が強くなります。九州はすでに雨風ともに強くなってきている、風が強くなってきているんですが、ここ紀伊水道ですね、紀伊水道も南に開いているということで、この南風が入りやすくなっています。暴風になる可能性があります。和歌山からこちら、兵庫県ですね、この紀伊水道のあるところ、南風が通りやすいところと言い換えてもいいかと思うんですけども、こちらの方は地形効果も相まって、かなり風が強くなってくるということになるかと思います。ということで、この後ですね、雨も風も強くなってくる、このあたりを注目していただければというふうに思います。はい、今チャットで、マグニチュード 7.5 ということですけど、今ここですかね、流れている文言でしょうか。今いくつになってましたですかね。何か数字が違ってましたですか。 7.5、はい、最初ですね 7.1 で、発表されて、その後修正されて 7.5 というのが現時点での公式発表になるかと思います。 7.3 になっていた。では 7.5 の方にちょっと修正させてもらいたいと思います。一度ちょっと確認をして、その上で、数字の方を訂正してください。指摘の方ありがとうございます。はい、もう一度ですね、確認をした上で、ちょっとここのコメントの方を書き換えていきたいと思います。7.1 でもね、かなり大きい地震だったんですけども、 7.5 ということでいきますと、ちょうど阪神淡路ですね、直下型の時も 7.5 ということで、ちょうどそのぐらいの、そのレベルのといいますかね、そのぐらいの強さの地震だったということになります。でこのマグニチュードが大きかったということで、最初震度7の方を本震、そしてその後余震というふうに考えていたんですけども、逆にこの 7.5 ということで、こちらが本震、そして最初あった一昨日のものが前震、前触れですね、というふうな解析の仕方に変わったというのが気象庁の正式な発表ですね。ということで、地震の情報についてはちょっと確認をした上で、修正いたします。はい、チャットの方を見ますと、福岡風強すぎじゃないかということで、福岡市から来てますですね。壁が揺れる、それから下関南斜面ひどいらしいです、北九州市現在暴風雨ですというような、そんな
報告、まあ、九州北部ですね、福岡、下関、北九州ということで、そちらの皆さんから風の報告いただいております。ちょっとこちらの方も見てみましょうかね。今皆さんからは10分天気で風の報告をいただいているわけですけども、南風がこう吹き込むような形になってますので、風が通りやすいこう、ね、海峡沿いというのは風がどうしても強まるというふうな傾向があります。下関、それから北九州市、福岡、こういったところで風が強いというようなことですね。はい、低気圧がまだこう、ね、西の方にありますので、そちらの方に向かっていく南風強いと思います。また一方でこちらですね、京都北部や兵庫県、それから鳥取ですね、いわゆる日本海側ですけども、こちらもおそらく南風ですね。こちら、紀伊水道からこう抜けていったものが山越え、山を下ろしてくるような形で、日本海側も強いということになりますが、もともとはこちら紀伊水道の方から入ってきている南風ですのでね、この辺り、このちょうどこの南風が通り抜けるライン上に当たる皆さん、風がかなり強くなります。低気圧が抜けるまでですね。ですからこちらのエリアは朝以降ですね、昼頃までになりますかね、寒冷前線が抜けるまでということで、午後までは南風まだまだ強くなります。それから今低気圧が近づいてきている、こちらですね、九州方面、特にこういった湾とかですね、海峡とか風が通りやすい地形になっているところ、こちらの方はこちらの方ですね、こういった海岸線沿い、風がかなり強くなります。またこちら東シナ海側ですね、こちらの方も低気圧にもともと近いということで、風が強い、そんな状況になります。はい、ということで、九州方面の雨、それから西日本方面の風の状況を皆さんと確認してまいりました。今はね、ちょっと音がしたということで、ちょっとチャットなどでも反応していただいている方いらっしゃるかと思うんですけども、震度3の地震が入ったようですね。推定震度です。緊急地震速報の推定される震度の情報、3ということで入ってきています。この番組は通常3の時にですね、皆さんにお伝えしているんですけども、かなり回数が多いということで、推定震度4ですね、それから実測4、こちらの方からお伝えするような形に今しております。ではここでちょっと一旦インターバルいただきます。
こんばんは。11時30分を回りました。ソライブナイトです。先ほどこちらティッカーのところに流れています地震の情報、マグニチュード 7.3 という形でお伝えしてたんですけども、 7.5 ではないかというふうなご指摘いただきました。私の方もそうだったかなと思ってたんですけども、改めて確認しました。 7.3 ということに、確認をいたしましたので、もう一度 7.3 の方で流していきます。スタート時点といいますか、ね、最初の時は 7.1 だったんですけど、ね、それも修正されたということで、ちょっと混乱してしまいました。大変失礼しました。さて、皆さんからいただいているリポートまたご紹介していきたいと思います。九州佐賀県伊万里市のですね、トレッキーさんと読みしますかね、はい。天気はパラパラということで、来ております。雨と風強くなったり弱まったり不安な夜になっていますということで、佐賀県もかなり強いということで、来ておりますですね、はい。雨も風も強いということで、佐賀県の状況、です。降ってくる雨の量が少なくても風が強いとですね、かなり、強く感じるというわけなんですけども、佐賀県の方はまず風が強いということが言えそうですね、はい。そして今度は熊本県の玉東町鉄拳さんいただきました。熊本は雨が強まっているようです。天気ザーザーで来ております。ちょっと画面が、ね、真っ黒になっております。まだまだ数分おきに地震が来ます。風も強いです。夜中に地震が起きるのは勘弁してほしいです。怖いですということで来ております。さらにここに、ね、強い雨の音が加わってきているということで、彼ちょっと不安感を、ね、増すようなそんな状況かと思います。はい。では今度は福岡県久留米市のレインツリーさんからのリポートです。はい。天気はザーザーということで来ております。雨が強く降っていますというふうなそんなコメントをいただいております。ライトがこう出ているんですけども、そこにちょっととこうぼやっとした感じのものが見えていますけれども、これ雨の粒かなんかでしょうかね。雨粒に光が当たっているような状況かと思われます。福岡県久留米市こちらの方はかなりね雨の状況としては強くなってきている、そんな状況です。先ほどねレーダーで見ましても強い雨雲がこちらの方通過中ということだったので、その時のリポートですね、その時の状況、来ておりたいものではないかと思われます。はい。ではちょっとですね、このような状況になっておりますので、現在の雨の状況、それからこの後ですね、どんなふうになってくるのか、予報センターと確認していきたいと思います。予報センター吉野さん、お願いします。はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい。九州方面、はい、夜になってから雨が降り出しまして、はい、少し強くなってきてますね。そうですね、この後も断続的に強い雨というのが、